バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママの陽子です。今夜のバニラスカイも最後までイチャイチャとお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。ではですね、この暑い夏、もう疲れるなとか、体力がとか、私の場合やっぱり着実に年齢を重ねてるなみたいなねまあでも沖縄の方は暑いのが当たり前なんだろう、こう日焼けしてさ、痛いってこともないくらい日差しに強い感じですかね皆さんね。いや本当ね、鹿児島もこんな暑さじゃなかったよなみたいなね感じになってますね。離島で経験していたような日差しとか通り雨とか鹿児島市内にもね来ている体感するので、本当ね温暖化の影響だなと思うんですけれども、まあそんな陽子がですね、とにかく溶けないぞと、私はアイスクリームじゃないという意味を込めまして、娘のシノンが小学生の時にね恋してルンルンなんだよ夏はっていう感じでね、作った楽曲がございます。作ったというか、あの頃はね私も歌詞がねなかなか書けなくて、チーム陽子としてね、誕生させていただきました。だからこそ私がね絶対こう出会わなかったであろう、可愛い曲でございます。ではタオルフリフリお付き合いください。陽子でラブ。いただきました曲は陽子でラブでした。今日も隣でのんちゃんが一生懸命お話をしてくれております。のんちゃんこんにちは、じゃなくてこんばんはだね。こんばんはは、のんちゃんね、ゲストののんちゃんです。実はですね、最近のんちゃんを抱っこしながら歌うことが増えたんですけれども、私のマイクを取られます。で本当この間は、キロドの未来をねスターズでカバーさせていただいてますので、カバーアルバムスターズというものがありましてね。で一生懸命歌ってていいところですよ。前を見てごらん、どうかここら辺、姉があなたの左ってなるはずだったのに、途中でのんちゃんがマイクをやれと、見てる人もあははですよ。で渡したいけどでもって言ったら、初めてマイクを渡して私が喋るからって言って声を出すわけですね。
ちょっと面白いからちょっと渡してみたら、やっぱりマイクを渡した時にはね声を出せなかったね、のんちゃんね。なんだけれども、もう見てる方ね、あの和んで、あ、よかったな、こういう演出も。だってさ、あと半年したら多分抱っこして歌えないでしょうね。もう抱っこされない、もうなんていうのかな、もう下ろせーって言ってね、私は走り回るんだみたいな感じになるでしょうからね。なのでぜひぜひ、あの今しかないね子育て期間を謳歌しながら、歌っているようこのステージ、いろんな場所であると思うんですけれども、ぜひあの遊びに出してください。そしてね、なんかこういう名物お母さんいるよみたいな、ようこもう余裕で負けてるよ、こんな人面白いよみたいな方がいらしたらメッセージください。やっぱりさ、こう女性が、まあ、お父さんたちパパたちもですけれどもね、こう子育てをしながら輝くっていうのは子供にとってすごいあの経験になると思うんですよね。私の場合は夏休みになると母がね、あのパートで、やっぱりほら夏休みだからお休みっていうのは今の時代はね結構多いみたいですけれども、とはいえその月は収入が減っちゃうしね、なかなか休めるものでもないと思うんですけれどもね、皆さんね。ただ家に子供がいるとやっぱり一緒にいたいなってなるじゃないですかね。で母はもう一生懸命働いてくださってたので、おばあちゃんとかねおじいちゃんとね一緒に夏休み弟と回ってたんですけれども、まあそういう中でもやっぱりお母さんがこう一生懸命1時間しかないお休み、昼休みをね使ってこう帰ってきて、ご飯食べてパタパタと出ていく。でその中にさ、まあ、交通のその移動費もあの含まれてるから結構バタバタしてたと思うんですよね。だけどさ、一緒にご飯を食べてくれるとか、お昼間1時間もないけども30分でも一緒にいれるっていうのは、まあ子供的にはすごく安心するし嬉しいけれども、やっぱりもっと一緒にいたい、行かないでってなるんですよね。まあ、私全然覚えてないんですよ、そういうところ。その、なんていうのかな、ママ行かないで一緒にいたいからって泣いてたのか、我慢してね、長女なんでね、まあしょうがないよねって言ってらっしゃいってありがとうと思って送り出してたのか、でも心の中ではね寂しいなってすごい思ってたのかね。だからあんまりこう、まあ、父親にはねお父さんお父さんって言って甘えてた記憶があるけど、母親に甘えてたっていう記憶がなくて、だからよくこう、私ちっちゃい時から体が大きかったのでね、今171ありますけれども、小学校6年生で164あったんですよ。でもうその時点で母を越してましたけれども、でそういう時にさ、やっぱりこう甘えるっていうよりなんか姉妹に間違われる、まあ、母も若かったんでね。そうだから今最近シノンと私が一緒にいて、でのんちゃんをシノンが抱っこしてて、シノンがのんちゃんのお母さんに間違われる、まあ15歳の時からそうだね、間違われてるけど、ただ私のポジションが分かんなくて、でまあシノンのお姉ちゃんってまあ言われることもあれば、なんだろうねみたいなまあだからそういう風にね、まあ親子も姉妹親子もねやっぱり多いですけれどもね。まあ、とにかく、まあ、私が言いたいのはですね、こう子供が、まあ、うちの場合はね、まあ、シノンものんちゃんもですけれども、ママママって言ってくれる時に、最初の頃はね、え、こんなに私娘たちに好かれていいのかな、本当に好きなんだ、ありがとうってめちゃくちゃ感謝するくらい、だから多分ね自分が甘えベタだったんでしょうね、内心ね。だから何でもできるし、何ならお父さんとお母さんのこともね私がやるよみたいな、もう何でも頼ったよって、それが普通。もっとこう甘えられてもよかったのかもですね、ちっちゃい子なりにね。だから長女のシノンがね、甘えてくるのがすんごく甘えてくる、でいい高校生なのに未だに私にそんなベタベタするのってびっくりするくらいだけど、私のこともめちゃくちゃちっちゃい時から支えてくれてね。そうだからなんていうのかな、まあバランスがいいっちゃいいんですけれどもね。でまあね、旦那さんの意思とね、いつの日か、まあ、これが当たり前じゃなくなるんだよなと。でこの当たり前じゃない、他の人との当たり前を作っていくっていうことですかね。家族を作るとか、友達を作るとか、自分のねパートナーたちを作るとか、そういうその、まあ、仕事でね、私たちもいっぱいパートナーはいますからね。だからこう
仕事上のパートナー、そしてプライベートの、あの家族含めパートナーたちね。で、なんというのかな、こう自分色に染めるのも大事だけれども、自分がその輪、こう居心地がいい輪を作ってそこに染まってまた魅力的になるっていうのも大事だよねっていう話とかをね、したりもしますね。まあ何よりね、イッシーさんがねやっぱり家族を持って変わったっていうことを聞いて、自分も体験してね、でその仕事上でこういう人だったっていうのを知ってて、家族としてこう変わって、あこういう風になっていったっていう過程を見てるとね、やっぱりこう人ってこうこんなにも変わるんだと。で私たちは音楽を作ってるので、ラブソングっていうその甘いラブソングではなくて、私の場合はね、生きている時間をどう大事にするか、で私の命が終わった後にこの大事な家族に何が残せるかっていうのを曲でね残していきたいっていう思いがあって、で石井さんもその変わっていった先に私と一緒の、あの価値観があるから、クリエイティブに作る時に、ね、じゃあこうしよう、ああしよう、あこういう風だねって、で私はこれが言いたいんだと、じゃあこういうのはっていう風にやっぱりあの向く先が一緒だから、なおクリエイティブになれる。なのでなんか石井さんはね、その61歳なので自分がする音楽はちょっと古いんだよっておっしゃってたけど、古いとかじゃなくて、結局私は36でしょ、私が作っても多分古いと思うんですよ。で古いとかじゃなくて、本当にあの心に何がかしら残る、うん、あの耳がほっとかないような音楽を目指したい、本物を目指したいなってすごく思ってて、キャッチーでノリがいいからこれ好きだよね、歌詞はちょっと何言ってるか分かんないけどっていうのも嫌だし、で逆に歌詞いいんだけどなんかこの曲ねっていうのも嫌で、アレンジもあなんか今っぽいよね、薄っぺらいねとか、そういうのも嫌。とにかくどういうアレンジにしても、オーケストラバージョンにしても、そしてアコースティックにしても、バンドスタイルでも、とにかくどういう陽子の楽曲をね、まあ、アレンジしたとしても聞いても、陽子の歌唱力すごいねとか、うん、言葉、あなるほどこういうことも言いたいのかな、ああいうことも言いたいのかな、私はこう受け止めるな。で曲も、まあ、石井さんが変わってくださるのはね、全部キャッチーだと言われるんでね、全然心配ないんですけど、まあ、そういう風にね、あ聞きやすいなとか覚えやすいなとか、だからこう売れるための一曲をなんかね、まあ、ずっと作ったらいいよみたいに言われてたけど、もしかしたらこういうことかなみたいなのを最近ちょっとね、価値観に出会えているところもありますね。なのでこう夏休みのね、ちょっと長くなっちゃったけど、夏休みの思い出っていうと、あなんか仕事に行くお母さんをね、弟と送り出してたな、じいちゃんばあちゃんねいてくれてありがたいなって。で今うちもね核家族に近い感じだからね、だけど石さんの妹さんね、私の妹ですけれども、助けてくださったりとか、お兄ちゃん助けてくださったりとかね、まあ、いろんな家族、うちのじいちゃんもねいっぱい助けてくれるし、とにかくこの家族に、大事にしてもらってるっていうことを夏休みって結構ね思い出すんですよね、私はね、うん、で沖縄にね家族旅行で行きたいけど、まあ、ちょっとね鹿児島から沖縄、うんすごいなまあそこは置いといて、今回はね一人で、陽子一人で沖縄に行くかもしれませんが、とにかくその陽子がもう一曲お届けしたいと思います。輪廻転生について、歌詞を初めて書いた楽曲になります。陽子でサイ。一面の日
いただきました曲は陽子でサイでした。10月22日にね、宝山ホールという鹿児島市内で2番目に大きなホール、1500人入ります。そちらのホールでワンマンライブ決まっております。ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんいらしてくださるというそのお約束ありがとうございます。ということでですね、陽子はまだ出会わない、出会えてないけど、あ、陽子いいじゃんみたいな、ちょっとね今日熱く語ってましたけれどもね、その子育てをしながら、自分の経験はまああんまり必要ないんだけど、これから出会いたい経験とか価値観で、歌詞がねまたね何かかしらこう知らなかった言葉に出会えるんだったら、まあ、その難しい言葉に出会うとかじゃなくて、普段使っている言葉、普段経験している言葉がこういう表現だったら面白いよねっていう風に、まあ、陽子語、新しい陽子語がねできると、難しいな、陽子語そう生まれたらなと思って活動しているんですね。
で、まあ、何が言いたいかと言いますと、私、いろんな方とね、あの音時間を過ごすときに、歌うときにね、まあ、2回目3回目聞いても飽きてほしくないなと思うんだけれども、まあ、それはそれでね、まあ、また違う価値観ではありますが、とにかく、まあ、出会ってない皆さんのことも思って平和や幸せを願って、ね、明日以降出会えるあなたのことを思って歌ってますっていうのは最近口癖ですね。でリピーターでね、足を止めてくださったり、あ、ようこまた歌ってる頑張ってって応援してくださる方々にはいつも以上のようこでね、あ、また歌うまくなってるなとか、またいい曲作ってるなみたいな感じでね、出会えたらなと思ってるんですよ。で、まあ、最近ちょっといろいろ思うこともあるはずなんですけれども、もうこの夏バテまあ別なラジオ収録でね、夏バテ何パーセントですかってちょっと聞かれて、でその時に陽子は歌う前は 20% ですけれども、もう寝る前歌った後は夜歌ってるのでね、最近もう 99% ですって、もういつ寝たか覚えてませんみたいな、ひとまずもう汗臭いからお風呂だけ入って、もうとにかく寝ようみたいな、また夜泣きがねあるけれども、まあ、夜泣きのタイミングもちょっともう覚えてない感じでね、あ、また寝不足だなと思いながら一日始まる、まあ、だけど生きてるからね、まあ、そこにまた感謝でございますね。まあ、とにかく今日はちょっと取り留めない話ではございましたが、皆様、沖縄に行く予定ですので、ぜひぜひ何卒よろしくお願いいたします。では今夜最後の曲、皆さんの平和を願ってと、本当口癖で申し訳ございません、本当に思ってるの、本当に思ってるのよ。では、最後に1曲、陽子と永田中学校音楽部でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ、この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は今回は皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は 797@fmギノワン.com、
797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。待ってます。ではですね、この後はひふみずバーです。ひふみさん、私沖縄行く予定で動いてます。メッセージ返してなくてすいません。いつもラジオ越しみたいなね。では、ご一緒できる日を生のひふみさんに会えるのを楽しみにしておりますので、皆さんもその時にはお楽しみに、その日をお楽しみにだね、その日をお楽しみにお待ちくださいね。では1週間もめちゃくちゃハッピーでいてくださいね。陽子もハッピーでいます。夏の思い出皆さんも素敵に作ってください。来週はちゃんとしたことをラジオで話したいと思います。ごめんね。ではでは、せーの、バイバイハッピー。